少しスタンス腰幅に広げといて、スタンス広めて、手、肘広げて、手首滑らかに回って、滑らかにザーッ、打ち足のアウト、もう少し荷重かけて、外ベースなのはいいで、打ち足の処理、少しスタンス持たせて打ち足の処理ね、インエッジがアウトになってく、インエッジがアウトエッジになってくって、ね、少しアウトかけといて、もちろん外ベースだけど滑らかに柔らかく回転させて、切り替えで横へ動いていくときに少し重心がここから他人方向に移動してって移動してって、外スキーの機能が内スキーになったらかけてくるんですね。外スキーの機能が内スキーになり始めた時に荷重かけてくるって感じ。ここだよね。ここは今 OK だね。外スキーの機能が内スキーになるところ、ちょっと谷回り、山回りって滑らかに仕上げて、すぎゅーん、少しフォールライン側に少し長く谷回り取って、で乗せていくような感じでね、潰していくような感じじゃなくて、かかってくる力を押し返すような力で乗せていくのよ。このままリフト乗り場行って、リフト乗り場外側の手巻かないように、左の肘巻いちゃダメ、ほら左の肘巻くな。内足リフトしないようにね、接接させといて、両スキー雪に接接させといて操作して、もう少し肘ズレ幅均等で使って、ズレ幅ザーッて、後半にテンション高めないようにザーッと抜けていく感じ、ザー緩めていく感じ、後半にザーッてこう強く出ないように抜けていく感じ、角立ってって緩めて抜けていく、よし、止まれ。ザー、左側の肘。ちょっとスキーシェーデンするよ。スキーショットシェーデンする。内足のアウトしっかりコントロールして、内足のアウトも先端コントロールして、今起きていいよ。ちょっとスキー取った、外のリングついて、左側のリングちょっとついて、ほらフットワーク
少し伸びるんで、ちょっと止まれ。リング少し動かして、手首でリング少し前出してきて、で突きながら擦りながら回ると。 OK。 後半にザーってプレスかかる、プレッシャーかかりすぎるから、うまく前半に吸収させて後半早く抜けていくようにしてきた。緩めながら斜面に合わせながら緩めていくのね。ザーンってゆーリリース立ててって、リリース立ててって、リリース内足の処理、少しももの内外線、こっちの外線、こっちはいいわな、右足の少し外線、こっちだね。ちょっと強いんだね。インサイドがアウトサイドまで行くっていう、インサイドがアウトサイドまで行くっていう。これがズレ幅よね。これがズレ幅ね。これズレ幅になった。稽古の一本です。今日はゆっくりズレに乗って滑っております。インサイド回っちゃダメだよ。後半にプレッシャーかかりすぎる。内すねの角度見て、
インエッジから外旋して右足外旋、もう少し膝の向きが進行方向に行くまで、そうね、もうちょっとゆっくり滑ってほしかったけど腰からはね、これはちょっと直す必要あるね。こっち側の運動方向ね、ほら蹴ろってればふわーって削り込んでて、ちょっとスタンス広げて、スタンス、こっちスタンスいるよ、こっちが狭くなっちゃうんだな。途切れんな。立てて戻して、立てて戻すところね。そこ大事なんだな。おい、なんでも。この内足の幅見て、これだよね、こう来て内足がこんだけずれてるの、それで前半からほらこの中盤こんだけ内足がずれてるわけ、次のターンもそうなってるね。ほら後半にきつい、ここにプレッシャーかかりすぎてるね、スタンスが狭い。うちスキーの処理が甘いからスタンスがどんどん狭まっていっちゃうな。狭すぎるな、スタンスが。面の入れ替えしっかり取って、そうね、もう少し腰の重心への内側への沈み込みが欲しいよね。
ちょっと縦長いっていうかね、中に少し沈み込んで押さえていく。スタンスがちょっと狭いのは気になるね。もう少し柔らかく使えるというね、曲げ筋じゃなくて伸ばす筋肉でこう少し柔らかく乗せていくっていうね。ずわーってここから圧力かけてくの。ここからずわーっずわーっからかけ始める。外スキーが内スキーになる瞬間に外へ力かけてくの。中にじゃなくて外に、回転の外に力かけてくる。ほらまだちょっとあれぞ、ずれとるぞ。左も谷回り山回り